ソケット3は各種の X86 マイクロプロセッサ向けの CPU ソケットの形式である。一般的にはソケット3は数値演算コプロセッサ向けの第2のソケットの近くに存在する。インテルが低電圧マイクロプロセッサを開発したことによりソケット3が作られることとなった。ソケット2に対するアップグレードであり 3V の CPU を古い 5V 単一電源の ソケットに挿入できないように、ピン配列を変更し1本のピンを廃止した。ソケット3は、237ピンのリフ、ジフの PGA ソケットであり、3.3V と 5V、25から 50MHz の 486SX、486デラックス、486デラックスに、486デラックス4、ペンティアムオーバードライブに対応している。 486CPU は168ピンであり、ソケット3よりも一回り小さい。486を挿入するときは、ソケットの中央部に合うように挿入し、外周一列のピンが余るようになっている。一方、486オペンティアマドップは、CPU ソケットと同じサイズとなり、すべてのピンを使うようにできている。この点は、ソケット2と同じである。 ありがとうございます。